こんにちは。っか塾の久保です。まあ、日曜討論で NHK 党の立花隆さんがね、質の良い子を育てていくというかね、増やしていくことが大事だよっていうふうに言われてました。まあ、これに対してね、やっぱりね、あの、一部の方がね、予想通りなんですけども、優勢思想かみたいなことを言う人がいて、まあ、それはね、わからないでもないんですけども、あの、優秀な子供だけを育てようって言ってるわけじゃなくて、あの、優秀な子供をもうちょっと増やさないと、 おやっぱり支えきれない弱者がもう溢れているよっていうことだと思うんですよ。で、結局、私も子供を持っていますけども、優秀じゃない子供にしようなんて全然思わないわけですよね。結果的に優秀じゃなくなってた場合はそれはしょうがないですよ。たくさんの愛情をかけていかないといけないし、もしかしたらね、いろんな状態がありますから、社会保障のお世話にならないと、我が子を育てられないような、まあ、そんな子供があ育つかもしれないし、生まれてくるかもしれない。でも、前提として、 そういった人を抱えてくれるような、どこかにね、強く納税して、戦ってくれて、まあ、頭も良くって、で、人を守ってくれるようなね、まあ、余力で人を守ってくれるような、他人でも守ってくれるような強者、まあ、北斗の県の県省みたいなのがいないと、じゃあ、まあ、優勢思想だっていうんだったら、じゃあ、強くない人を全部増やせばいいんですかっていう発想になっちゃうわけですよね。だから、あのー、強い子をとりあえず、こう、増やしましょうとかね、産みましょうっていうのは、別に、 そこだけクローズアップして、聞くからおかしいんですけども、まあ、今の割合としてはちょっとね、あのー、支えないといけない人がたくさん増えちゃって、支えるべき一部の富裕層とか賢い人がちょっと極端に少なくなっちゃったんで、もうバカバカしいからそういう人ね、例えばお金持ちに課税しすぎちゃって、そっからね、もう虫取るようになっちゃってるわけですよ。だからバカバカしいからもう海外に出ちゃうよとかね、もう優秀なんだけども、自分は優秀なんだけども、 まあ、とてもじゃやらないから、やってらんないから、もう子育てもしないよ、子供産まないよみたいなことばっかりが増えちゃうと、これはこれでバランス悪いわけですよ。だから今の瞬間だけ捉えると、やっぱり優秀な人をもうちょっと増やさないといけないと。で、子供はまあ普通に生まれてくるわけですよ。生まれた瞬間にもう優秀じゃないとか優秀だとか言って3匹、1000匹ではなくて、どう育てるかとか、どう社会で、えー、なんていうのかな、育んでいくかっていうところなんですよね。でも、それがもう先天的にできないようなところもあるわけですよ。で、悲しい事件にもなってしまう。 だからそれはねそれで問題なんでなんとかしないといけないと思いますけども今回言ってるのはそういう人を産むなってわけじゃないんですよね優秀じゃない人間は産むなとか優秀に育てる環境がない人は産むなってそこまで言ってるわけではないんですよねまあそういうふうに取られてもしょうがないんですよあの発言だけをね短い時間であそこだけしかあの言えなかったわけですからだから十分な時間があったらこういう意味なんですよっていうふうにえじっくりとね多分立花さんとか YouTube でまたね細かく説明すると思いますうんただね あのこれ多分言うんじゃないかなっていうのが私は思うんですけどもあのー、これは立花さんがねそう思ってるかどうかっていうのはちょっと抜きにして聞いてもらいたいんですけども必ずねあのー、ああいう発言をした時にいやバカな人はそういうこと言うんですよすぐに優勢思想だって言って人を攻撃するものに変えていくけども確かに今のバランスとしてはもうちょっと納税力がたくましい人とかねそれからあのキャリアウーマンでバリバリ働く女性なんだけども 働いて社会で優秀がゆえに社会とか会社が手放してくれずに、えー、適齢期を過ぎちゃったりとか結婚できなかったりとか出産できなくなっちゃったみたいなそういう優秀なキャリアウーマンがもうなんかね望まずに独身出るとか子育てができなくて、えー、もう大変な思いをしてるっていうところここにはメスをねほとんどの人が入れないわけですよ何かというとねやっぱり聞こえがいいのは弱者救済とか で、でシングルマザーんととかするとか、すするるいいっぱいあるんですよ。それはそれでやっぱりしっかりしていかなくちゃいけないんだけどもかたやですね誰にも耐えられずにしっかりと自分のパフォーマンスを出してる人でもそういった強いね人女性でも男性でもそれはほっとかれてるわけですよ結局は強いがゆえにもうこの人は何も保護しなくて大丈夫ただ虫に取っていきましょうみたいな感じものすごくね先に優秀になった人がいろんな割りを食ってる状況ってのほとんどの人は気づかないわけですよ それは税金にしてもそうだし、会社に勤めていてもね、優秀な人は人の手伝いをして、みんなのことをサポートしてあげる。要するに、もう、負担がでかいんですよね。じゃあ、ちょっとめちゃくちゃなこと言い始めてね、わかんなくなってきたんですけども、仕事が8時間分与えられました。優秀な人は3時間で終わりました。優秀じゃない人は10時間かかってます。残業2時間してます。じゃあ優秀な人が3時間で仕事終わって、はい、帰っていいですかって言ったら帰れないんですよ。 残った5時間で遅れてる人を手伝ってあげろみたいな感じで、本来この人がしなくてもいい仕事が無償でやるべき仕事にね、組み入れられるってことは皆さんも経験すると思うんですよ。だから優秀な人ほどもう使い捨てられてるようなところもあるんですよね。普段そういうところには全く目を向けられないんですよ。優秀な人ほど割り送ってるっていうふうな考え方は、あのー、なかなかね、あのー、この世の中に出てこなかったんで、ちょっと目を向けていただきたいのは、稼げば稼ぐほど納税額がでかいと。 で、納税額がでかければ、あの、追徴課税のリスクも高まるってことなんですよね。私自身その税金に関しては、全く稼げてない頃って税金でビビることはなかったんですけども、所得が上がってくるとね、どんなに細かく税金の計算しても、確定申告してもね、もしかしたら間違いがあるんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。うんそうなった時に、例えば国税が来たらね、あ、やっぱりちょっと計算間違いがあったかもな、みたいになるわけですよね。どんなに細かくやってもですよ。 で領収書の数が増えていけば処理のミスの確率も増えるわけですよでこれはね自分で実際に桁外れに稼ぐようになってかんあの気づいたんですよこれはとてもじゃないけども正確にやることが難しくなってくるなもちろん緻密にはやるし監査法人入れたりとか税理士を入れたりして何重にもチェックするんですよでそういった専門家が OK って言えば信用して OK と思うじゃないですかでもそれでも税務署は細かい穴をついていやこれは経費に見とられませんって来るわけですよ じゃあ一体、いつになったらね <laughs>、ほんと自動課税してくるみたいな感じですよね。あ、ちょっとね、話ずれちゃいましたけども、立花さんの言ったことは一方的に優生思想だっていうふうに決めつけるのは、これはまたね、ちょっとね、勘違いを生む考え方です。違うんですよ。あれ優生思想を言ってるんじゃなくって、私が思うにね、優秀な人がほっとかれすぎですよってことなんじゃないかなと思うんですよ。うん。やっぱりね、 あのー、多くの人は優秀な人でもないし天才でもないんですけどもでも天才にちょっとね頼りすぎっていうかね一部の勇気がある人とか頭のいい人とかお金を稼いでいる人におんぶに抱っこしすぎてるところはあるんでそういう人にもなんかねうん、あのー、もうちょっと間口、まあ、を広げてもいいのかなっていうふうに感じた次第でございます。